じゃこんにちは。はい、ということで、はい、井高さん、はい、また3連戦を振り返るの時間です。まあ細かいこと言えば、うん、まあ大きなことかもわからないけども、はい、マジック消滅。そうですね、ヤクルトのね、マジックが消滅したというね、一旦消えてしまいましたが、そうそうそう、はい、でミスが多いなという、ミス多いねって、あのね、うん、ミスがやっぱり各チームとも出始めてんな、大きくね。これはこういう時期で疲労もとか、まあそうだね、いろんなことありますか。まああるチームはさ、うん、あの内野手4人が全員エラーしたとかさ、ありましたね、そういうこともあったし、うん、まあ暑さとか疲れとか、うん、まあそういうことも関係はしてきてるけどね、はい、まあプロだからそこら辺はね、うん、まあ頑張ってほしいと思うけども、ついに順位に変動がありました ね、 あったね。なんかこうね、一部が入れ替わるとかはあったんですけど、うん、ちょっと大きくな変わったチームがあったかな。そうだな、はい、はいはい、というところですかね。はい、はい、ということで、まあセ・リーグからまずね、はい、行きましょう、見ていきたいと思いますが、はい、こちら中日ヤクルトだけ2試合だったんですが、そうそう、ちょっと1試合中止になったんですね。そうですね、はい、阪神2勝1敗で勝ち越し、はいはい、DeNA が2勝1敗で広島に勝ち越し、はい、で中日が2勝、はい、ちょっとヤクルトがね、まあ、そうコロナの影響でメンバーが、うん、まあ大きくね、ほぼ入れ替わっているような状況なので、ね、はい、はい、まあ、大変だけどね。そうですね、はいはい、まず阪神巨人から、うん、ね、2勝1敗1戦目は戸郷が先発、はい、戸郷が完璧だったね、うん、まあ、非常によくボールが動いてたし、はい、テンポよく、はい、まあ、阪神打線を切り取っていったということなんだけどもさ、うん、ウィルカーソンが、はい、まあ、先発でポランコに初戦ホームラン、スリーラン、うん、初回か、はい、に打たれ、まあ、中谷にダメ押しのホームランを打たれたという、うん、でこれどうなるかなと思ったら、次から阪神が、まあ、西と伊藤、まあ、連続、まあ、先発だけどね、連続完封ということで、はい、うん、もう全く相手にしなかったという、はい、まあ、そういう試合だったんだけどもさ、まあ、やっぱり阪神打線は、まあ、あのマルテが復活して、うん、はい、でタイムリーをね、2打席連続打つとか、まあ、非常にあの打線が2戦目はつながったよね、はい、まあ、だけどその活躍を最後にまた今日、昨日か抹消されたという、うん、1試合だけでね、はい、まあ、だけどあのなんていうの、上位1、2、3番が非常に機能するね、阪神はね、うん、まあ、そういうところで点を取っていったりだとか、はい、で効果的だったのが梅野のホームラン、うん、ロハスジュニアのホームランということで、はい、まあ2勝1敗になったんだけども、うん、まあ深刻なのは巨人だよね、はい、67イニングタイムリーがないということで、はい、ホームランでしか点が取れないということ、うん、まあ、それとゲームにすれば7試合タイムリーがないということで、うん、だからここら辺がさ、やっぱ巨人のアキレス腱だよね、やっぱホームランでしか点が取れないというね、うん、まあ、そういう状況になってるし、はい、まあ、他のチーム、阪神だったらさ、そういう時にどうするかって言ったら、まあ、足を使えるんだよね、うん、まあ、先発で言えば中野であったり、はい、近本であったり、うん、まあ、島田っていう選手もね、はい、入ればあの足も使える、うん、で巨人の方はさ、使おうにもさ、そういう選手があんまりいないんだよね、うん、でその選手が出た時に限り使えるけども、どっからでもということではなくなってるんだよね、うん、だからそこら辺はやっぱちょっと巨人は苦しいかなっていうふうに思うし、うん、はい、やっぱこう動かないとなんか今点に なりそうもないんだよね、だからまあ次のカードから動くことができるかどうかだよね、うん、巨人はね、はい、そういう攻撃ができるかどうか、うん、まあ、そういうところが一つの鍵かな、ポイントかなっていうふうに思うね、うん、まあ、チームの状況としたらどん底、そうですね、うん、今シーズン初めての借金1ということで、そうなんだ、うん、借金生活になっちゃうんだよ、本当ですね、うん、だからまあ2戦目はメルセデス、うん、シューメーカーというふうにね、はい、やっぱ勝ちを計算してるピッチャーだけにさ、うん、まあ、ここら辺でこうね、2試合連続完封負けっていうことはさ、うん、まあ、どうやったって勝てないということだよね、うん、まあやっぱこう打線の奮起、そういうものが期待されるというね、はい、まあ、そういう3連戦でした。で広島 DeNA、はい、DeNA はこのカードに行くまでに1試合ぐらいしか勝ってないんだよね、うん、広島に、はい、今シーズン、そうですね、うん、だから非常に苦手意識を持ってたんだけども、うん、まあまあ結果見れば、2勝1敗というふうに勝ち越したというね、うん、栗、床田、アンダーソンというのが出てきた、うん、DeNA は石田、大貫、石川という、で石川心配したんだけどさ、ゲームを壊すことなくね、
まあ無難に初登板というのを、まあ、投げたんだけど、はい、まあ、途中で交代してね、早い段階でね、うんうんうん、まあ、でもその試合は勝ったという、はい、でやっぱり広島の方は、うん、こうミスが多い、まあ、磯村っていうキャッチャーを使ってるんだけどもさ、はい、まあ、例えばストッピングがちょっとできなかったりだとか、うんうん、まあ、サードスロー投げた時に暴投投げたりとかして、うん、それがまあ失点につながる、まあ、失点したとかさ、うんうん、まあ、そういうちょっとミスが多くて、うんうん、ちょっと勝てなかったけどもね。で DeNA の方は、うん、まあ、牧が当たりを取り戻してきたかなという感じがする、はい、で6月11日以来のホームランも出ましたよね。それが決勝ホームランにね、うん、昨日なったけども、はい、だその前の試合とかその前の試合、うん、初戦とかでも、うん、まあ、結構こう当たりがね出てきてるし、でその代わり、うん、宮崎がちょっと落ち気味かなっていうような感じがするよね。まあ宮崎のエラーがあって、うん、まあ1試合落としたけども、はい、今までその牧がねあんまり状態が悪い良くない時に、うん、まあ、宮崎が後ろで支えたと。でも宮崎が当たらなくなってきた、ちょっと当たりが止まってきた、そしたら牧が復活するという、うんうん、だからそういう意味では非常にチームバランスとすれば非常に良くはなってきてるよね、うんうん、だからこれからも DeNA の戦い方っていうのは安定して勝てるような戦い方ができるかなという、うんうん、まあ、そんな感じがするよ。まあ、少し前からね DeNA はこう調子のいい感じで来ているということだったのが今ちょっと継続している感じですか。まあそうだね、うん、まあ、桑原もいいしね、海老名もいいし、うん、だから1、2番が非常にいいしね、だからそういう意味では、まあ、いい戦い方が続いていくかなというね、うんうんうん、まあそんな感じがする。で広島は床田が良かったね、うん、自己最多に並ぶ8勝目かな、うん、かなんかをしてチームに貢献という。でもまあ他のクリとかアンダーソンが勝てないというね、うん、まあ、この2人っていうクリと、クリは昨年の最多勝、はい、まあ、アンダーソンというのは非常に力のあるボールを投げる、まあ、ピッチャーだけに負けたっていうのはね、うん、まあ、非常に DeNA の状態が良かっただけに、うん、まあ、やられたのかなっていう感じがするよね。で中日ヤクルト、はい、ね、1戦目豊橋でやる予定が雨のため中止、うん、まあ、ヤクルトにとっては恵みの雨だよ。この今の状況下ではね。まあ本当に、本当に お金を出してでも雨降らしたいぐらいだけど、まあ雨が降ってくれて1試合流れたという。はい、だけどまあ中日もその弱ってる、うん、今ね現在ベストメンバーが組めないヤクルトに対してやっぱ勝っておかなきゃいけない。うん、だからそこできっちり2勝できたということね。はい、まあ小笠原と、笠原が投げたんだけども、うん、勝ちに結びついたというね。はい、まあ、初戦はさちょっと岡林のミスとかありながら、うん、ちょっと危なかったんだけども、まあ、その岡林がね、うん、ヒーローとなるタイムリーを打ったりとかして、うん、勝ちをもぎ取ったという、はい、で、まあ、2戦目は、まあ、笠原が、うん、3年ぶりの勝利でしたね、うん、その時に木下がねバッテリーを組んだ木下が打ってくれたという、はい、4打点全部ともねバッテリーで勝利をもぎ取ったという、うん、まあ、感じだったんだけど、まあ、木下のインタビューでは、うん、笠原の娘さんが大好きだという、ね、なんか家族ぐるみで仲がいいみたいですね。そうそう、付き合いが、ね、あってね、うん、だけど、まあ、そういうところっていうのは人のためにね、うん、力を発揮するっていうのはなんかすごく木下っていうのは人がいいんだろうなっていうふうに思わせるような、うん、まあ、ヒーローインタビューもあったし、はい、まあ、中日がねまあ、2勝できたっていうのは大きいというね、うん、まあ、セ・リーグもヤクルト一人旅だったんだけども、うん、まあ、ちょっとコロナの関係で ね少しはちょっともたつきが出てきてるけども、はい、ただヤクルトの方はさ、まあ、メンバー落としたとはいえ、うん、高橋奎二、小川が投げてんだよね、はい、まあ、左のエースと右のエースが投げてるという、うん、まあ、そういう意味ではやっぱ負けたくはなかったと思うけども、うん、やっぱり見てるとね、いかんせんね、まあ、村上の初戦のホームラン、うん、1人置いてね、はい、ツーランを打ったんだけど、あのホームラン見るとさ、村上のそのチームへの献身的な、うん、働きっていうのを、まあ、リーダーシップというかね、うん、そういうのをものすごく感じて感動はしたんだけど、ホームランね、うん、まあ、いかんせんね、ちょっとメンバーが変わるとやっぱつながりを変えたりだとかさ、うん、ちょっと力がねやっぱちょっと落ちるなっていうのは感じたね。まあここまで変わるっていうことは、まあ一部ね入れ替わりっていうのとはまたメンバーが変わり方が全然変わってきますのでね、うんうん、これはちょっと
今が踏ん張りどころだけど ね、 ただオールスターまでに、まあ、セ・リーグっていうのは9連戦やってるんだよね、うん、でまだまだここから6連戦が残ってるということでは、うん、まあ、非常に苦しいけども、まあ6連戦のうち、まあ、メンバーを考えると2勝でもできたらね、うん、まあ同じだけどね、まあ、で、うん、中日は今回で2カード連続の勝ち越し、まあそうだね、はい、状態はね徐々に上げてはきてるよね、うん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 、だからまあ中日もまだまだね、うん、分からないよね、はい、はい、で上位チームに聞き、はい、うん、課題克服ができるかが鍵、上位チームっていうのは、まあ、巨人、ヤクルト、広島だったんだよね。そうですね、この A クラス。ただ今回赤枠がどのチームにもついていないということですよね。そうそうそう、うん、そうなんだよ。だから、まあ、異変があるよっていうこと、うん、で巨人はやっぱ動けるかどうかだよね、うん、で巨人のねやっぱいい時ってダイヤモンドを駆け抜けるスピードがあったけども、うん、巨人はここのところないよね、うん、だからそういう意味では、まあ例えばその思い切ってメンバー変更してみるとか、うん、まあ、例えば外野だったら松原とかいるだろうし、うん、ね、まあ、実績の多少ある、はい、まあ、外野手もいるし、うん、とか足の速い選手を使ってもう少しスピード感を出していった方が点が取れると思うんだよね、うんうん、だからまあそういうところが鍵なんだよ、うん、なるほど、克服という意味では、うん、で広島はもう完全にそのミスと、うん、中継ぎね、うん、ここら辺をやっぱ整備しないとちょっと苦しいかなっていうことと、うん、まあ、ヤクルトはもう一人だけ、一チームだけなんだよね、貯金があるのはセ・リーグで、うんうん、だからコロナが治ることしかないんだけども、うん、まあ、選手が戻ってくることしかないんだけども、うん、ただそのオールスターまでに、まあ9試合ぐらいあるんだけども、うん、そこをどう踏ん張れるかどうかだよね。ここをガタガタになってしまうと一気に詰まるという可能性があるからさ、まあ、その後に影響してきますよね。そうなんだよ、うん、だから、まあ、ここら辺がちょっと踏ん張りどころかなというふうに思います。はい、がセ・リーグでした。はい、ね、はい、でパ・リーグです。はい、はい、こちらはオリックスが2勝1敗で勝ち越し、はい、西武2勝1敗、はい、日本ハムが2勝。いいね。そうですね、うん、日本ハム楽天戦は2試合だったんですよね。まあそうだね、はい、はい、もともと2試合ということでね、はい、はい、まずソフトバンクオリックス、はい、ね、ソフトバンク、まあ千賀がやっぱさすがだね、うん、連敗中千賀が止めてくれたというね、うん、で海外いなかったんだけど海野っていうね、はい、キャッチャーと初めてバッテリーを組んで、うん、まあやっぱ千賀もエースらしく海ちゃんがとか言ってたけどまあいいリードもしたし、まあ、必死に止めてたよね、お化けフォークを、まあ、そういうことで、まあ、勝ちに結びついたんだけどもさ、はい、まあ、オリックスの方は、ワゲスパック、はい、ね、非常に良かったと思います、はい、ね、で山崎幸也、はい、まあ、宮城はちょっとやられたんだけど千賀との投げ合いでね、うん、だけどワゲスパックと山崎幸也が、はい、好投したという、はい、でまあ、山崎幸也は非常に緩急を織り交ぜて、はい、いいピッチングをしたね、はい、うん、まあ、その中でやっぱ打ったのは吉田正尚、まあ、2試合ノーヒットで来てたんだけども、はい、まあ、さすがに3試合タコるっていうことはないね、あのバッターは。まあ、ホームランタイムリー打ったりだとかホームランを打ったりとかしてね、まあ、非常に貢献をするという、はい、だから非常にオリックスもやっぱりピッチャーがいいだけにちょっと打てればすぐ上位をうかがえるだけの力を持ってるね、うん、それと宗、はい、宗がファン投票じゃなくて選手間投票で選ばれて、はい、うん、やっぱ選手間投票で選ばれるとやっぱ他のチームの選手から認められてるということはやっぱ嬉しいよね。まあそこでなんかちょっとハッスルが見えたけども、非常に胸も良くなってるということ、はい、まあ、そういうことから考えるとオリックスっていうのは非常に上位を伺えるという、うん、ね、で、はい、1試合負けたのは、まあ、千賀の好投もあるけども、うん、内野陣のミスがあったんだよね。ファーストセカンドにミスが起きて、うんうん、まあ、宮城の立ち上がりに足を引っ張ったというさ、うんうんうん、まあ、そういうことがあるからやっぱエラーが出ると負けてしまうというかね、うん、まあ、そういう感じだよね、はい、はい、で西武とロッテ、はい、で西武、まあ、先ほど4人内野手が全員エラーしたっていうのは
まあ、実はセーブでね。そうですね、まあ、その試合はやっぱり勝てないよね、うん、だから勝てないし、元前っていうのがね、はい、あの一つ勝ったけども、うん、まあ、エンス今井にやられるというね、はい、まあ、そういうことなんだけど、まあ、セーブの中ではやっぱり今井が勝ったっていうのが大きいね、うん、まあ、今季2試合目の登板で、まあ、勝ったんだけども、はい、まあ、その中で大ピンチを迎える、うん、佐々木っていうのが、左ピッチャーの佐々木っていうのが投げたんだけども、うん、まあ、ちょっとミスもあってガタガタになりそうだったんだけども、うん、本田が出てきてノーアウト2、3塁これを抑えたよね。で続く水上っていうピッチャーもノーアウト満塁、まあ、自分で自作自演なんだけどさまあゲッツーに取り、うん、抑えたという。だからその中継ぎ陣が非常に良くなってきてるんで、うん、勝ち星を拾えるようになった、うん、逆にロッテとすれば、うん、あれだけチャンスがあるのにだいたい9人の中にチャンスが回ってきたんだよね、うんうん、そこで1本出てればこの数字が逆になってたんだけども、うん、やっぱそこの1本が出ないんだよね、うん、まあ、満塁でゲッツー打ったりだとかね、昨日なんかも、うん、その前日もあったんだよね、ノーアウト満塁が点にならないとか、うん、チャンスは作るんだけどもう1本が出ないということ、だからもう一歩まで来てるということだよね、うん、あそこで一本出れれば、まあ、チームの状態っていうのも上がっていくし、うん、だからその仕事を誰がやるかだよね、ロッテはね、うん、またそういうチャンスを生かせないっていうふうになると、うん、流れも相手に行ってしまうということが、いや、その通りなんだよ、あるのでね、そうなんだよ、逆に言えば、うん、西武のその中継ぎ陣がそれだけ良くなってるっていう可能性があるんだよね、うんうん、だからここら辺はシーズンを通して見ないとわからないけども、はい、明らかに西武の投手陣は昨年とは違って、うん、ものすごい成長してるということね、うん、だからここからの西武っていうのは本当に怖いと思うよ、はいはい、ただちょっと西武もコロナがちょっと出始めてるな、その影響も少しずつ出てこなければいいですが、まあ、そうだな、だから、まあ、そこら辺がちょっと心配だけどもね、うん、今のところはこう、ね、今回も勝ち越しています、まあ、そうだね、まあ、ただね、あのピッチャーがね、うん、いいだけに、うん、この戦いで山川ってあんまり働かなかったんだよ、うん、まあ、だけどもそれでも勝てるというところが、うん、やっぱりピッチャーがやっぱしぶといよね、うん、うん、だから本当にあの西武のピッチャーっていうのがいいだけに安定はしてくると思うよ、これからも、うん、で日本ハム楽天、はい、日本ハムの2勝6連勝だよね、これでね、すごいですね、うん、でポンセと加藤、はい、則本騎士、はい、ね、名前を聞いただけで、うん、じゃあどっちが勝つと思う、それはあの楽天がベストな先発を並べてきている気がしますが、そうだよね、はい、でもポンセっていうのはやっぱコントロールもいいし力もあるね、はい、うん、とてもニコニコした笑顔が印象的でしたけどまあね、ポンセというな言葉は馴染みが深いんだけどもさ、まあ、豊さんはそうですね、そうそう、でポンセと加藤がね復帰戦だったんだよね、うん、ちょっとやっぱり疲労が溜まったりだとかいろいろしてね、うん、ちょっと調整はしてたけどもさ、やっぱ出てくると安定してるな加藤って、うん、ものすごくテンポもいいし、もう本当自滅しないから、なんかもう表情もいつも落ち着いているとか、そうそうそう、淡々と投げている感じですよ ね。で楽天の方はもう痛い一発食らうね、うん、まあ初戦は木村にね、ワンアウト1、3塁から走られて、はい、ね、スリーラン打たれるという、うん、で2戦目はやっぱりあの1塁3塁から、ね、うん、スクイズ決められみたいな、うん、その後石井にホームラン打たれるという、うん、だから日本ハムの今まで築いてきた野球、うん、一塁三塁からだったら何か仕掛けるぞみたいな、うん、盗塁もある、ダブルスチームもある、うんうん、ね、フォースボークもあるよみたいな、うん、いろんなことをやってきてるから、はい、楽天が一三塁になってやっぱ落ち着いてプレーができてないんだよね、そうですね、あのだからそういう意味では今までそのビッグボスがこう破天荒な野球をやってきたことが実を結んできてるよね、うん、それと日本ハムの方は固定に入ってきてる、はい、ここに来てようやくという感じですか、うん、松本、近藤、野村、はい、清宮とか、うんうんうん、そういう選手たちが大体固定に入ってきてるよね、うんうん、上川畑もそうか、はい、
ね、だから非常にこう選手が落ち着いてプレーをし始めてる、うん、で清宮もね、成長してきてるし、うん、これからの日本ハムっていうのは怖いと思う。ようやくこう実を結んできて結果につながってきてる感じですかね。そうだね、うん、これからねもっと実を結んでくると思う、うん、で深刻なのは楽天、はい、非常にあのなんか野球をやってる姿が、うん、なんかこう切羽詰まったような感じで野球やってるような感じがするし、やっぱこう反発力がないよね、うん、打たれたら打ち返すとかさ、そういう反発力がない。だからそれがちょっとどうしてなのかなっていうようなね、そういう感じがするけど、楽天って大体熱くなると弱いよね、うん、うん、だからまあここら辺の弱点っていうのを克服していかないと、はい、まあ、則本吉で負けると非常にショックはでかいよね、うん、ということで、はい、ミスが致命傷、はい、積極的な仕掛けが基地、うん、ね、ミスが致命傷っていうのはやっぱこう負けてる試合、はい、見るとさ、うん、もうほとんどエラー絡みなんだよね、うんうん、だからこれからやっぱミスを減らしていかないとやっぱ負けちゃうよということ、はい、まあ、それと積極的な仕掛けが基地っていうのはもう日本ハムのことだよね、代表的なのはもうほんと仕掛けまくるから。そうですね、うん、だから相手がさ落ち着いて野球ができなくなるし、うん、やっぱこう仕掛けるっていうことは、まあ、走ったりとかいろいろするじゃない。だけど それによってあの配球が変わってくるんだよね、うん、バッテリーの、はい、でオリックスも昨日だけども、うん、積極的に仕掛けてる、うんうん、ミス2つなんだよ、うん、エンドランあのできなかったんだけどもさ、はい、だけどそういうところそういうことを積極的にやることによってなんか緊張感が生まれるというかさ、うん、だからそういう意味ではやっぱもう投高立てピッチャーの方が完全に優位に立ってるから、うん、やっぱこうなんていうの仕掛けた方がいいね、うん、仕掛けれるチームが勝利をもぎ取るという、うん、そんな感じがする。だからミスしたらダメだよということ。じゃあもうこう、はい、もう下に書いてある通りの結果が上に出てきた感じですね。いやそうなんだよね、うんうん、だから西武が1試合落としたのもさ内野手が崩壊したようなエラーしてるし、はい、でオリックスも1試合負けたのはさやっぱ立ち上がりにミスが連発したということがあるしね、うん、だからそういう意味ではもうミスが致命傷になるということ、はい、ね、積極的な仕掛けすればやっぱこういいピッチャーでも攻略できるということを、うん、この3連戦というのは教えてくれたような気がするよね、うん、はい、はい、ということで順位表です。はい、こうなりました、はい、こうなりました、じゃーん、ね、はい、マジックが消えました、はい、ね、パ・リーグは順位の変動はなかったんですが、うん、セ・リーグは大きく変わったよちょっとね、はい、DeNA3 位に浮上、うん、そして4位阪神、広島が5位に、え、広島が5位っていうような感じになっちゃったんだよね。なんか急にそこ、まあゲーム差がないのでね、こう、うん、まあまあ何とも言えないけどね、あると一気に5位っていうようなところまで落ちてしまうような状況ですけど、だから2位から5位まで 1.5 ゲーム差の中にいるんだよ。そうですね、だから1試合勝ち負けで大きく心もまた変わってくるからさ、うんうん、だからそういう意味では非常にこうオールスターまでの戦い方っていうのは非常に大切だということ、はい、それとオールスターまでに、まあ今日 DeNA がやったけど京山を先発から中継ぎに入れてるんだよね、うん、だからそういう意味では DeNA がいち早くそういう意味では動き出したということ、うんうん、だから三浦監督も積極的に動こうとしてるよね、盗塁も仕掛けるし、うん、だから非常に今いい野球をやってると思うよ、うん、DeNA は ね、 ね、でもマジックが消滅した、はい、まあ一回消えて終わったんじゃないかなと思うよヤクルトは、うん、だからそればっかり気にしててもしょうがないしさ、はい、まあ一回消えることによってもう一度気が入ってくるだろうし、うん、ただまだ 12.5 あるから ね、 うね、もう消えたところでという感じですね。そうそう、でヤクルトしか貯金持ってない、うん、巨人も借金生活が、うん、全部借金だからね、そこのゲーム差がそれを物語ってますね。そうそうそう、ただ A クラスに、うん、A クラスに入るには中日大チャンスだからね。そうですよ、もうそこもさっき思ったのが広島5位になって、うん、6位が3ゲーム差ということで、そうそう、中日すぐ近くにいますね。そうそう、だから A クラスまでさ 4.5 しかないんだ。そうですね、うん、だからもう、うん、みんなのチャンスがあるという、はい、はい、パ・リーグはいね、1位から5位まで 4.5、 セパともにキーワードは 4.5 ゲーム差ですね。そう、だからあのセリーグはさ、うん、優勝あの1位までではないんだよね。そうですね、だけどパリーグの場合は1位までだからさ、オリックスまで
ここまで 4.5 だから、それはもう大変だよ、はい、だけど状態がいいのは西武とオリックスね、いつも言ってる西武とオリックス、はい、まあ日本ハムが6ゲームあるからまだ話にはならないけども、うん、だけど西武とオリックスは非常に状態がいい、日本ハムに食われるチームは落ちていくからね絶対に、はい、うん、日本ハムのね今後の快進撃がある可能性が高まってますから、うん、今ね一番日本ハムがねいい野球やる、うん、面白い野球やる、うん、楽しませる、うん、それと締まってる野球やる、で緊張感がある、うん、だって宇佐美にフルカウントからスクイズやるんだよ、うん、ものすごい緊張感だよ、そうですね、うん、だからあの緊張感をバッターたちが持つっていうことは成長するよ、いやフルカウントだからやめとこうじゃなくて、まあなんか一般的な考えで言うと、うん、まあファールになっては大変ですから、もうファールになったら三振だからね、はい、だからね、うん、そこはリスクを背負うということで避けるのかなところをやる、いや攻めるんだだからビッグボスの野球面白い、はい、ね、そうですね、うんうん、まあ、 あのオールスターまでにね、うん、どこにどう落ち着いてるかっていうのが非常に楽しみだね、順位はね、うんうん、だからどう変わってオールスターを迎えるのか、はい、まあこっからの9試合とか8試合とか、うん、これは目が離せないよね、うん、これオールスター挟むとまたこれでチームの状況が変わってくるっていう可能性もありますよね、あるある、そのちょっとあるある、通常と違う試合の流れがある、まず変わってくるのはヤクルトだろうね、うん、オールスター明けには全員揃ってくると思うよ、うん、大体オールスターまでには揃わないと思うけど、うん、オールスター後は多分揃ってくると思うね、そこで皆さんの状況状態がコロナ前と比べてどうかっていうところもありますよね、まあ、もちろんそう、だから今日五十嵐とねちょっと話をしたんだけど、はい、ピッチャーで熱が出たらどうなんだって言った時に、うん、やっぱ熱が出るとやっぱ筋肉系やられるし、うん、最低でもやっぱ10日は必要ですねって言ってたから、うん、まあ野手だったら1週間で回復してくると思うんだけども、だけど1週間はかかるってことですね、だからヤクルトはもうオールスター明けだね、うん、そんな感じの順位表でした。セリーグは休みないから、ね、今日から明日の試合、あ、今日からだ、はい、今日からの試合ね、はい、まあ、楽しみにしてください、はい、はい。